ブランデン、ジーン、ウィンスキー、機械の体に魂を宿した生命体よ。この星のデカレンジャーどもか。おどき、戦うだけ無駄よ。叫んだ。このケースは俺たちが保管する。大事な商品だ。簡単には渡さん。みんな行くぞ。ロジャわかってる。蹴りをつけてやる。リザードバズーカー。サブリン。何？セーキンアクセルブロー。必殺拳ソニックハンマー。補足拳ライトニングフィスト。電撃拳エレクトロフィスト。その金バッジ、てめえ無法な悪を迎え撃ち、恐怖の闇をぶち破る。夜明けのケイジデカブレーデッツ、お前はそれをデカベース。ロジャー、アシンボクサー。踊れ。よし、キリバズーカだ。違う方向から攻撃が来たよね。他にも仲間がいる。ああ、とんでもない奴がいそうだ。この中のウイルスはレスリー製で研究されていた病原菌が突然変異を起こしたものだ。悪の手に渡れば恐ろしい細菌兵器にもなる。詳しい情報を得ようとレスリー製に通信したが、原因不明のまま一切の更新が不能になっている。鉄。はい。これは沼王長官からの指令だ。すぐにレスリー星に飛んで現状を調査してくれ。ロジャー。ああ、後輩。え？くれぐれも無茶すんなよ。ナンセンス。先輩じゃないんですから。なんだよ、かわいくねえな。ドゥギー、私はこの中の物質を詳しく分析してみる。頼む。犯人は。ガスドリンカーズと呼ばれるアルゴル星人の犯罪チーム。あらゆる種類の悪事を重ねていくつもの星を破滅に陥れてきた。
おそらく今までで最悪の相手だ。この地球に来た狙いは一体何なのか。奴らの行方を突き止めて。どうぞ。ゼカレンジャーはガスドリンカーズの行方を追って引き込みを開始した。地球には善良なエイリアンが人間の姿を借りて居住しているのだ。そしてアンとジャスミンはさまざまな星のエイリアンたちが集い、時には犯罪取り引きの場ともなるとある酒場を探り当てた。デカ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 レンジャー、ハリコが悪許せないんだ。デカ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 レンジャージャズメンタイム、デカレンジャー。Thank you、 どうもありがとう。続いてはこのステージのニューフェース、マリーゴールド城のしっとりとした歌声をご堪能ください。ちょっとだけ時間が止められるの。すっげー。行きましょう。俺この大都会からあの遥か向こうの見えないその向こうまで丸ごと全部守ってるんだ。町があって、人がいて、包み込んでくれる大自然があって、今も悪いやつを探してるとこなんだ。だからごめん。どうして？君とデートしてあげられないから。いい人ね、あなた。え？そう？そういうことなら心配しないで。私もスペシャルポリスなの。レスリー製のね。レスリー製の？うん。あのお店で潜入捜査してたのよ。潜入捜査？うん。失敗の代償だ。本時期の雪を奪われる。3人もいながら何という失態だ。
ガスドリンカーズの名が聞いて呆れるな。心配するな、金色の雪すぐに取り戻す。ガスドリンカーズの奴らが降らせた金色の雪はレスリー製の人々を一人残らず機械奴隷に変えてしまった。私が宇宙パトロールから戻った時にはもう移動。奴らは一体何のために。ワクチンよ。ワクチン。そうだ、ウイルスで機械奴隷とかした奴らを元に戻すこのワクチンをいくらで買う。ウイルスとセットで1億ボン。1億。だがどちらか片方だけなら価値ない。分かってる。ウイルスで機械奴隷にした上でそいつらにワクチンを高値で売りつける。素敵な商売だぜ。問題はデカレンジャーどもだ。ウイルスをどうやって取り戻す。奴ら意外と手強いぞ。すでに手は打ってある。許せねえ。ガストリンカーズの奴ら、金儲けのためにウイルスをばらまいてレスリー製のみんなを苦しめるなんて。ルギー、考えられる全ての方法を試したけど、突然変異でも起きない限りワクチンを作り出すことは困難よ。分かった。そう、ガソリンカーズが持っているワクチンを手に入れるしか方法はないの。よし、頑張って奴らをやっつけてレスリー製のみんなを助けようぜ。でも奴らは強すぎる。みんなでやれば勝てるって。うん、ほらマリー、元気出せって。大丈夫、正義は絶対勝つ。チュッチュッチュー、あわあわ、チュッチュッチュー、あわあわ。気分変わりました？大丈夫ですよ、絶対。地球書にはね、どう考えてもダメだっていう状況でも全然めげずに何とかしちゃうやつがいますから。バンね。ピンポーン。本当に一直線よね彼。まあリーダーの私としてはもう少し周りも見ろって感じなんですけどね。眩しいよね彼。私には眩しすぎて。マリー、ごめんね、なかなか力になれなくて。コーヒーでも飲む？何？マリーが？ウィルスをマリーが。これは線のシンキングポーズである。こうすることで何かがひらめくのだ。もしかして敵に寝返ったのかも。マリーを疑ってんのかよ船長。おい、おい、やめろ。ウィルスと引き換えに
ワクチンをもらう約束だとしたら、なわけあるか。撤回しろよ、せんちゃん。おい撤回しなよ。やめろ、バカ野郎。可能性は考えるべきだろ。マリーは一体どこに。任せて。ジャスミンはエスパーである。物体を通じて触れていた者の心を読むことができるのだ。見えた。うまくいったか。この通りよ。いい子だ。さあ取引を。こいつは俺と取引するしかなかったのさ。スペシャルポリスとして俺たちに負けた時からだ。そうよ、私たちの力じゃ勝てなかった。救いたかった。だからお願い、何でも言うこと聞くから。だからワクチンを。だからって、だからってそんなんでいいのかよ。君の正義はどこ行っちまったんだよ。私無駄だ。お前に他の方法はない。それほど渡したくないならお前にくれてやる。1時間でこいつは激烈に発病し、この星全体に金色のウイルスを撒き散らす細菌兵器となる。やがてこの星の人間どもも全員機械奴隷だ。だがお前らにその女を消すことはできない。面白い思いつきだろう。マリー、しっかりしろ。なんならお前ら、このワクチン100億ボーンで売ってやろうか。しっかりしろマリー。自業自得ね。私を撃って。何言ってんだよ。なんでそんなこと言うんだマリー。今ならまだウイルスをこの星に広げずに済む。だから撃って、この星を守るためにお願い。俺は君を守る。この地球もレスリー星も守る。 あいつらを通して1時間以内に絶対にワクチンを持って帰ってくる。だから死んだりしたら許さないぜ。何止めたんだ。楽しみの時間だけをね。マフィ、
リオデカベース。次はどの星を食い物にしてやろうか。待て、お前ら絶対許さない。構想だ。スイッチスタンバイ。やれ、やれ。コールを受けたデカベースから平常記憶宇宙金属デカメタルが微粒子状に分解され送信される。そして彼らの体の表面で定着しデカスーツとなるのだ。ゾン、どうな悪事を憎み、ゾン、不思議な事件を追って、ヒップ、未来の科学へ捜査。四つ、よからぬ宇宙の悪を、一気にスピード回避。 SPD デカレット、デカブルー、デカグリー、デカイエロー、デカピンク、特装戦隊デカレンジャー。面白い集団ガストリンカーズ、人間機械奴隷化および惑星壊滅の罪でジャッジメント、ジャッジメントタイム。アリエナイザーに対してはスペシャルポリスの要請により、遥か銀河の彼方にある宇宙最高裁判所から判決が下されるのだ。デリート許可、みんな行くぜ。ヒーロット、ギタギタに切り立ってやる。おい、ジャン、たまり、ディカブルー、アンドロイド、アシハスキー、イーステイバージャンプショット、逃がすか、そんな技では俺は倒せん。
これならどうだ。クソブル、リロッド、ウィンクラッシュ。こっち勝負だ。ダブルサタンマグラ、をつける時が来たようだ。残念だな。おとなしくしていればお前もマリーと仲良く機械奴隷として生きられたもの。くたばれデカレット、ごめんだ。倒して絶対に君を助ける。わわボンバー。
邪魔だ。何？こうなればレスリー星に残した怪獣機で地球ごと貴様らを吹っ飛ばしてくれる。これは惑星間転送装置。なんだと？どうするどうする？決まってんだろ、行くっきゃない。帰ったぜキラータンク。このレスリー星同様、地球も破壊し尽くしてやる。時間が止められる。何？お前たちの生きる時間をな。お前たちの本当の最後が来たようだ。長かった戦いもやっと終われるな。とどめだデカレンジャー。しました先輩。テッテ、そのマシンはブラストバギーです。この星のデカベースに残ってたんです。ユニットは宇宙統一規格ですから、合体してとどめを刺しましょう。特装武装。デカレンジャーロボ、ウィーガスト艦隊。これでも強がりが言えるか。うわ、たくさん出やがった。ナンセンス。ノープローブ。ま、やりますか。ドーンと、行ってみよう。私たちは無敵なんだから。お酒。ブラストランチャースリーニングブラスト。ガードしたってくだろうぜ。ラストシールド。ラストランチャーセット。フルラストランチャー。ターゲットロック。無駄だ。破壊エネルギー全開。フルチャージ。フルブラスト。バカな。ワッチュ。これにて一件コンプリート。悲しみの時よ、永遠に止まれ。デカレンジャーの活躍で地球の平和は守られた。マリーも元の体に戻り、バンたちとの別れの時が訪れていた。よかったな、マリー。その培養したワクチンで
SD 星のみんなもすぐに元に戻るよ。簡単にはいかないけど、頑張って絶対もう一度明るい街を作り上げる。そしたらみんなで遊びに行くよ。時間止めてなかった。ああ腕組んでる。顔が近い。お前何してた。何もしてねえよ。嘘つけ。ナンセンス。遥か宇宙を越えてほのかな恋が芽生えた。いつか宇宙に平和が訪れた時、その炎は再び大きく燃え上がるだろう。操作せよデカレンジャー。戦え特装戦隊デカレンジャー。やめろ。ザ・ムービーバージョンデカレンジャー。迫力満点だったわね、ドゥギー。ああ、さすがは劇場版だな。二人で映画見るなんて久しぶりだったし、大満足。最後にエンディングでもう一盛り上がり。いつも地球にラブ&ピース。邪魔されるなんてありえないさ。イエーイ。恋も仕事も本気もガチリバチリストライク。